こんにちは、みんなの大体を応援する会社員ひまりです。今日は SNS で今バズっているディアイドルのみょんちゃん風メイクを紹介していきたいと思います。みょんちゃんのメイクはおくめさんに似合うメイクになっていて、おくめさんにも役立つ6つのポイントをしっかりと解説していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速やっていこう。まずはカラコンです。みおんちゃんはカラコン大きすぎず派手すぎないカラコンを使っているので、着色直径が 12.9mm の柄が少ないグレーカラコンを装着しています。ベースはツヤ感を残したセミマット肌に仕上げていきます。崩れないベースメイクの方法は結婚式お呼ばれメイクの方で解説しているので、ぜひそちらをチェックしてみてください。シェーディングやっていきます。みょんちゃんってエラがないシュッとした輪郭なんですけど、メイクでは限界があるので、できる限りシェーディングで削っていきます。そしたらみょんちゃんメイクのポイント、薄めの平行太眉描いていきます。みょんちゃんの眉毛はこんな感じで太いんですけど、優しい印象のある柔らかい眉毛になっています。私は毛が太くて濃いので、ピンセットでまず間引きをしていきます。毛が重なって濃くなっているところは抜いても大丈夫なので、穴が開かないように少しずつ調整してみてください。自眉の間引きが完了したら、リキッドで一本一本描くように眉毛を描いていきます。眉毛を上げながら眉山を決めて、小鼻と目尻の延長線上に眉尻を置いて結ぶようにラインを描いていきます。そしたら眉毛中央から平行になるように、こんな感じで一本一本毛を描き足していきます。濃くならないようにライナーを立てて描くのがポイントです。眉頭にかけてラインを縦方向に描いていくと自然な眉毛が描けます。ライナーで描く段階では少しムラがあっても大丈夫です。点や短い毛を足して、目尻を中心に眉毛のアウトラインを整えていったら、スクリューブラシで一旦ぼかします。パウダーで眉毛のムラを整えていきます。濃くなりすぎないように少しずつ調整していくのが重要になります。眉マスカラは髪の色よりワントーン明るい色を選んでください。マスカラが肌につくと濃く見えるので、毛だけにつけるように慎重に塗っていってね。ノーズシャドウやっていきます。みおんちゃんの鼻は高さがあって綺麗なんですけど、鼻先が短めで鼻幅もある方なので、小鼻部分はしっかり削っていきます。パウダーは少し濃いめにとって、鼻先の軟骨に沿って外側から内側に向かって影を入れて、小鼻の側面もしっかり削ります。イメージはね、小鼻を潰す感じ。鼻筋だけを残して小鼻の存在を抹消します。鼻根部分は目を囲うように眉毛の真ん中から軽く入れていきます。みおんちゃんの小鼻のここを結構削っているので、三角形に濃いめにシェーディングを入れていきます。イメージはここを潰して鼻筋を一直線に通す感じ。できたらしっかりと指で押さえるようにぼかしていきます。そしたら小鼻付近の余分なシェーディングを消すために、フェースで使ったスポンジに残ったファンデでしっかりとなじませていきます。最後にオイシェーディングをしていきます。濃い色を取って手の甲とかでなじませてから、指先、小鼻の側面を中心に削って、残ったパウダーで鼻先のここを丸く囲って、鼻を少しアップノーズっぽくさせて指でぼかします。こんな感じで長すぎずシュッとした鼻筋が完成しました。ハイライトは鼻先部分に横に乗っけるのがポイントで、鼻根は細めに鼻先とつなげないように軽く乗っけて、いつものようにおでこ、目頭下、頬骨、口先、顎に乗っけていきます。アイメイクやっていきます。まずはアイベースしっかり塗ります。今回アイシャドウは赤みの少ないブラウン系を使います。まずはベースカラーをアイホール全体に薄く、アイシャドウが濃くなりすぎないようにしたいので、少しずつ重ねていきます。下まぶた全体にも同じ色をのせます。おくめさん、この工程超大事です。この色を二重幅に塗っていきます。この時ね、つけすぎたの、やってもたこういう時はね、ファンデが残ったスポンジで軽く叩くと結構馴染みます。ちょっとずつぼかしていきます。おくめさんはまぶたに立体感がないので、カットグリースみたいに明るいラメをここに入れていきます。ラメはまぶた中央だけに乗っけて、こんな感じで上まぶた完成。ここからがポイント。下まぶたの三角シャドウをやっていきます。サナちゃんメイクの時に三角シャドウ解説してるんですけど、サナちゃんとは違ってみおんちゃんの目元は横に広げているので、垂れさせず横に伸ばしていきます。黒目外側から目尻の際を少し離して埋めていきます。濃くなりすぎないようにゆっくり、ちょっとずつちょっとずつやってね。
目頭の際から黒目の下までまっすぐになるように埋めていきます。濃い色を使っているのでつきすぎないように手の甲とかで調整しながら描くのがポイントです。細いブラシを使って上まぶたと目尻のカラーをなじませていきます。ニコッと笑って目頭から楕円を描くように涙袋をなぞります。最近韓国のメイクアップさんが涙袋にこういう太いペンシルを使ってるので、これで下をなぞるように描いてぼかします。ここポイントです。奥目さんは涙袋にハイライトだけ乗っけると涙袋だけ盛り上がって見えて奥目をより加速させてしまうので、一度高さを出した後に薄いカラーを重ねます。これをすることで奥目を解消できる涙袋が作れます。さっきのペンシルだけでもいいんですけど、より強調させたいので涙袋の真ん中だけリキッドで足していきます。目頭は斜め下に描いて半円の目を作るイメージです。ブラウンじゃなくてワインカラーとかちょっと赤みのある色の方がナチュラルに見えます。今回ブラウンにしてね、ちょっと濃くなっちゃった気がしました。あとミオンちゃんは黒目下にも線が入っているので軽く粘膜を埋めてブラシでしっかりぼかします。これ超重要ですと言ってます。ミオンちゃんのアイラインは細く長く横に伸びたアイラインで、イメージとしては目頭の延長線上にエンドラインを置くイメージ。1本引けたら目尻3分の1までラインを付け足します。ミオンちゃんの二重は幅広すぎないくっきりしたミックス型二重で、目尻がそんなに広がっていないタイプなので、今回は狭めに、その分食い込みを強めます。テープ使うとき食い込みを強めたい場合は、中央までしっかり貼り付けた後に目尻側を少し引っ張りながらちょっと下にくっつけると食い込みが強まります。二重のラインをしっかり書き足します。はい、こちらね、ひまり定番のディオールのバックステージアイパレットで三角シャドウのアウトラインを書いてぼかしていきます。そしてミオンちゃんのメイクの重要ポイント、上下パッチリの細長い束感まつげ。ちょっとだるミオンちゃんのまつげは細い束感なので、透明の美容液を下地代わりに使ってダマにならないようにします。乾かしてる間にチーク塗っていきます。今回は赤みが少し入ったピンク系のチークを塗っていきます。最近ふわっとするのが気に入ってスポンジで塗るのにハマってます。小鼻と黒目の結んだところから外側に向かって丸く入れていきます。薄い色をのせた後に濃い色をのっけるとグラデーションが簡単に作れます。まつげ美容液が乾いたら根元からまつげをしっかり上げていきます。上げた後に指で整えるの、これめっちゃ重要なのでやってください。最近オリアンで買ったマスカラで綺麗な束感まつげ作りたい人には超おすすめ。しっかりしごいて根元から縦に塗って横にジグザグちょっとさせて束を作っていきます。もっとねフィルム感というか硬い感じが好きな方はロム&でもいいかなって感じ。こっちもリモートリムーバーがないとね、クレンジングバームだけだとねちょっと残っちゃうんだよね。目尻とかはコームを縦にして外側に向かって動かしていきます。こんな感じでかなり印象が変わります。そしたら少し乾かした後にピンセットでくっつけていきます。こんな感じでね、つけまなしでも束感まつげができます。下まつげは横に軽く塗った後に束になるようにコームを縦にして際を避けて塗っていきます。このマスカラ目を閉じるとまぶたにつきやすいので、こんな感じでいつも乾かしてます。下まつげもピンセットで軽くくっつけます。はい、そしてリップ塗っていきます。まずはピンク系のマットリップを全体に塗っていきます。ミオンちゃんは口角が上がったぷっくり唇なので、口角分を少しオーバーに塗ってぼかしていきます。内側は濃い粘膜系リップを何回かに分けて重ねていきます。そして中央部分にラメを点置きしていきます。まぶたの中央上側にラメを軽く置いて押さえるようにぼかしていきます。はい、こんな感じでメイク完成したので、最後に髪の毛のセットをしていきます。はい、完成しました。どうですかね、 TikTok みたいなあのクオリティは出せなかったんですけど、ミオンちゃんっぽい感じのオーラは出たんじゃないかなと、はい、思います。
はい、ということで今回はこんな感じでみおんちゃん風メイク解説してみました。このメイクの6つのポイントは特に奥目さんには超重要なポイントになっているので、ぜひ参考にやってみてください。ということでこの動画がちょっとでも良かったなと思う人はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また質問感想リクエストなどコメント欄によろしくお願いします。ということで今日はおしまい。バイバーイ。